サイクリン依存性キナーゼ1は、高度に保存された、タンパク質で、セリン、スレオニンキナーゼとして機能する、細胞周期調節の主要因子である。セルリビジョン、サイクルプロテイン2ホモログとも呼ばれる。質が酵母、サッカロミセスサラバシー、分裂酵母、スキゾサッカロミセスポンベで、よく研究されており、それぞれ CDC28 と CDC2 電子に、高度されている。 人では CDK1 は CDC に電子にコードされている。CDK1 はサイクリンと複合体を形成して様々な標的機質をリン酸化し細胞周期を進行させる。CDK1 は約34桁の小さなタンパク質で高度に保存されている。CDK1 の人のホモログと酵母のホモログは約63%のアミノ酸配列が 同一である。さらに、CDC に遺伝子に変異を有する酵母は、ヒトホモログによって、レスキューを行うことができる。CDK1 は、他のプロテインキナーゼにも共通して存在する、プロテインキナーゼモチーフのみによって、ほぼ構成されている。他のキナーゼと同様、CDK1 には ATP が結合する溝が存在している。基質は、溝の入り口付近に結合し、 CDK1 は ATP のガンマリン酸と基質のセリン、スレオニン酸基のヒドロキシル元の間の共有結合の形成を触媒する。触媒コアに加えて CDK1 は他のサイクリン依存性キナーゼと同様に活性化ループを持っている。サイクリンと相互作用していない時には T ループは CDK1 の活性部位に基質が結合するのを防いでいる。また、 CDK1 は、プステアーヘリックスを持っている。このヘリックスは、サイクリンの結合に伴って移動して、活性部位を再配置し、CDK1 のキナーゼ活性を促進する。これらの基本的機構は、CDK2 などの他の CDK と共通であるものの、具体的な相互作用様式は、CDK ごとに異なる。S ラビカの細胞周期の進行における、 CDK1 の役割を示した模式図。CLN3CDK1 は CLN1、2CDK1 の活性化を引き起こし、その後 CLB5、6CDK1 CL、CLB1 から 4CDK1 の活性化を引き起こす。サイクリンと結合した CDK1 によるリン酸化は細胞周期の進行を引き起こす。CDK1 の活性は 質が酵母 S セラビカで最もよく理解が進んでいるため、ここでは S セラビカの CDK1 の活性について記述する。質が酵母では細胞周期の進行の開始は SBF と MBF という2つの調節複合体によって制御されている。これらの2つの複合体は G1S 期の遺伝子の転写を制御するが、通常は不活性状態である。SBF は WE5 によって阻害されているが、CLN3CDK1 によるリン酸化によって、WE5 は核から搬出され、G1S レギュロンの転写が行われる。このレギュロンにはは、G1S 期のサイクリン CLN1-2 が含まれている。G1S 期サイクリン CDK1 の活性によって、S 期へ進行するための準備が行われ、S 期サイクリンのレベルが上昇する。 エスキサイクリン CDK1 複合体は直接的に複製起点の初期化を行うが、焦燥なエスキの開始はシック一1によって防がれている。g 1スキサイクリンまたはエスキサイクリン CDK1 複合体の活性によってシック一1のレベルは急激に低下しエスキへの進行が行われる。その後 M キサイクリンと CDK1 との複合体による リン酸化が防水体の組み立てや姉妹染色分体の分離を引き起こす。また、CDK1 によるリン酸化は指キチンリガーゼであるアップクドック20も活性化し、染色分体の分離や、さらには M キサイクリンの分解を活性化する。この M キサイクリンの破壊によって有意と分裂の最終段階が引き起こされる。CDK1 はサイクリンの結合によって調節されている。 サイクリンの結合によって CDK1 の活性部位へのアクセスが変化し CDK1 はキナーゼ活性を発揮できるようになる。さらにサイクリンは CDK1 の活性に得意性を付与する。少なくとも一部のサイクリンには基質と直接相互作用する疎水的パッチが存在しそれによって標的得意性が得られている。サイクリンは 特定の細胞内部への CDK1 の標的化を行うこともある。サイクリンによる調節に加えて CDK1 はリン酸化によっても調節されている。保存された治療心残機のリン酸化は CDK1 を阻害する。このリン酸化によって ATP の結合配根が変化し効率的なキナーゼ活性が阻害されると考えられている。分裂酵母エスポンベでは DNA 構成が完了していない時にはこのリン酸化が安定化され、有意と分裂の進行は防がれる。すべての真核生物に保存されている We1 が t ィール1 5のリン酸化を行い、CDC25 ファミリーのメンバーのホスファターゼがこの活性に寄っする。これらの因子間のバランスによって細胞周期の進行は制御されていると考えられている。We1 は さらに上流の CDR1、CDR ポン1などの因子によって制御されている。CDK1 サイクリン複合体は CDK 阻害因子の直接的な結合によっても制御されている。このようなタンパク質の一つが上実したシック1である。シック1は S キサイクリン c l b を、6CDK1 複合体に直接結合して阻害を行う因子である。 G1、エスキサイクリン CLN1、2CDK1 による、シック1の複数箇所のリン酸化は、シック1の指基沈化と分解のタイミング、すなわちエスキへの進行のタイミングを決定していると考えられている。シック1による阻害が克服された時にのみ、CLB5、6の活性が生じ、エスキが開始される。CDK1 は、次に上げる因子と,と、 相互作用することが示されている。ありがとうございます。